クロネコアマズライトチョッピーせーのクロネコチャンネル、イエーイ。かれこれ組んでから4日以上経過してるんですけど、今日浮かして出てきてる子を紹介したいなと思います。こちらです。どうもです、クロネコチャンネルのクロネコです。ありがとうございます。何手に持ってんだっていう感じなんですけど、こちらはねライトです。ほらこうやってね。そしてねこちらマジックですね。これはね羽化してる子をチェックしたり、あと孵化してる卵をチェックしたりするときにこの2つを持ってチェックするんですよ。そして今日ね孵化してる卵見つけました。やった。さあそれねこちらなんです。こちらですね。はっ、ちょっと近くで見ないとわからないかな。ズームします。はーい、こんな感じ、孵化してますね。これ何かっていうと、これ虹色クワガタです。はあ、どうやら有精卵だったみたい。全部が全部孵化するわけじゃないと思うんですけど、とりあえず有精卵なのは確認できました。これでねかなりの数、うん、虹色クワガタも増えると思います。いや、よかったなぁ、本当にね、皆さんのおかげですね。さあ虹色クワガタの飼育楽しくなってきましたよ。実はね、数日前に産卵セットを作った子で、ちょっと困ったちゃんがおるんですよ。困ったちゃんこちらですね。これですね。これババオオゴンオニクワガタの2回目の産卵セットです。1回目、ペアリングしたけども、産んでなくて、冷水剤硬すぎて、で、冷水剤変えて2回目のセット組んだんですけど、とりあえず今潜ってくれてないです。うん。かれこれ、組んでから、4日以上経過してるんですけど、潜る気配がないので、どうしようかなと。そしてね、もう一個同時に作ったセットがあるんですけど、ちょっと取り替えましょう。こちらですね。もう一個のセットも、全く潜ってね、うん。こんな感じで、全然、産む気配ないですね。で、まあこのままほっといてもいいんですけど、とりあえずきっかけを与えようかなと思いますので、今日はね、これにドリルで穴を開けていく作業をしたいなと思います。まあたまに使いますね。うん。なかなか潜ってくれない時にね、穴を開けて、そこに突っ込んであげると、まあスイッチが入ることがありますので、今日はそれの技を使いたいなと思います。さあ、いうことでね、ドリルで穴開け作業です、今日はね。頑張っていきましょう。よいしょ。ドリルこれですね。いつも使ってる電動のやつ。こんな感じですね。そしてここに結構大きめのこのドリルの穴開けるやつをつけます。こんな感じですね。いいんじゃなかろうか。よし、これで早速穴開け作業いきますよ。さあ、片手だけ手袋つけてね。うん。どっちにしても押さえる手がいるからね。こうやって木をガチッと押さえて、こっちでビーっていきますんで。さあ、行きますか?ね。はっ。よーし。メス。もうここに潜ってるね。まあ、今のうちだろう。さあ、行きましょう。こうやってね。ちょっと柔らかいんでね、簡単に穴開きますよ。メスちゃん、これをね、穴の中に入れてあげます。さあ、これでその気になってくれればいいんですが、メスちゃん行きますよ。メスちゃん投入です。はい、ちょっとこれでやる気になってくれたらありがたい。うん、なんかとりあえずはこんな感じで潜ってくれましたね。はい、これでこのぐらいの角度にして少し様子を見たいなと思います。で、
まあね、うまくいけばね、もうこの辺木くずだらけになります。ちょっと例があるんでね、そっち持ってきましょう。こちらがね、11月3日にセット組んだ子。こんな感じでね、木くずだらけ。これはね、自分で穴開けました。うん、あんまり人工的に開けるの好きじゃないんですけどね。でも潜らなかったらやります。で、成功したことも何べんもありますので、うん、きっかけを与えるっていうのも大事かなと、そういうところですね。はい、じゃあもう一個のね、材も穴開けていきましょう。やった！と、その前にこちら閉めますかね。はい、これでなんとか産卵モード入ってくれたら嬉しい。いくよ。はい、OK です。さあ、もう一個の産卵セットですね。はっ、よし。さあ、メスちゃんここにいます、ここに。もう、ね、読む気全然ねえじゃねえかよ。はい、穴開けていきましょう。これも柔らかいと思う。いいですね、柔らかさはバッチリです。はい、とりあえずこういうことでメスちゃん入ってもらいましょう。メスちゃん導入します。さあ、これで産気づいてくれ。ふん、離さない。よし、そう、穴ね、穴、穴に行ってほしい。見てくれるかな。気に入ったら入っていくと思うんですけどね。おっ、おっと、潜り込んでいるよ。まあ、あとはちょっと自分でね、開けてほしいな。はい、入りましたので、少しちょっと横に倒して、うん、こんな感じにしておこうかなと思います。穴を開けた感触でわかるんですけど、今度の霊視台はとてもいい感じで仕上がってると思う。うん、割と柔らかいですね。とりあえず閉めましょうかね。はい、よいしょ、オッケー、穴開きました。まあ、あれでね、すぐ産んでくれる子もいますし、まあ、あれで産まない子もおるし、うん、でもしばらくしてからね、穴開けて産む子もいます。まあ、それ個体差かなと思うんですけど、ババの場合はですね、中に入るとこういう空洞を作るんですよ。こんな感じかな。こういう空洞を中に作りまして、ここをまあベースキャンプとして、四方八方に卵を散らばして産む感じなんですよ。だいたい産卵木で言うと、卵15個ぐらいは産んでくれます。うん。まあ、20個まで行ったことはないですね。だいたい10から15個。うん、15個っていう数がね、すごく多いなっていう気はしてますね。うん。まあ、上手にやるんですよ。まあ、なんで、まず数日間かけてあそこの中に空洞を作ります。ね。そして卵を産むと。さあ、楽しみですね。で、割り出しはだいたい2ヶ月先という風にね、してますので。はあ、なかなか大変な作業だったな。時間的にはそんなに経ってないですけどね。やった！さてさて、せっかくなので今日浮かして出てきてる子を紹介したいなと思います。こちらです。はい、登場いただきました。ブルマイスターツヤクワガタのオスとメスですね。自力ハッチで出てきてます。オスはね、もうここにいる。うん。そしてメスなんですけど、これもどっか歩いてたと思う？はい。両方とも自力ハッチで出てきてます。とりあえず出してあげよう。まずはオスちゃんの方からいきますか。自力ハッチくん。調子ではないと思うけど。はっ。調子ではないですね。暴れるね。元気元気。はい。ブルマイちゃん。なんか背中ちょっとシワっとなっちゃってるけど。うん。この子はブリードに回そうかなと思います。ちょうどね、自力ハッチで出てきてくれてるんで、ウエスと一緒にね、うん。繁殖の方に回したらどうかなと思いますね。いやー、いい感じ。ピクピクしてる。もう、ゼリー食べそうですね。はい。生まれてきてくれてありがとう。じゃあメスまで行きましょう。
いや、楽しいですね。やっぱりね、成虫取り出す時が一番楽しい。はい。自力ハッチくんなんでね。いるとも、あ、いた。おー、でかいな、この子。触覚ピコピコしてる。これももうご飯食べそうですね。あー、よし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 。怒ってるね。はい。こんな子ですね。大きい。うん。立派な子供を産みそうな感じ。やったね。はい、この子はね、さっきも言ってたんですけど、オスと一緒に出てきてくれたんでね、ブリードに回したいなと思います。うん。まあ、あれですね。うん、血の入れ替え用の子たちもね、手に入れることができたし。うん。まあ、余裕を持ってね、ブリードできるかなと。そんな感じですね。やった！お疲れ様です。ということで今日はですね、虹色クワガタの孵化報告、それからババオゴニクワガタの霊視台の穴開け作業、そして浮かしてきたブルマイスターの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらコメントなんかで感想お待ちしております。それではね、今日はこれでお別れですね。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。